先生だぞ。お電話ありがとうございますです。あ、すいません。はい、あの誕生日ケーキ予約したいんですけども。はい、あ、誕生日ケーキ予約したいんですけども。はい、あ、誕生日ケーキ予約、炭塩ステーキ予約。違います、うちケーキ屋ですけど。あ、分かってます。あの違う、炭塩ステーキじゃなくて誕生日ケーキ。炭塩ステーキ違います、うち肉屋じゃありません。分かってます、ケーキ屋さんですよね。あ、違います、誕生日ケーキ。誕生日ステーキ違います。違う、あの分かりました、ステーキじゃなくて、はい、ケーキ。ケーキ、そうそうそう、誕生日ケーキ。あ、すいません、誕生日ケーキですね。あ、そうです、そうです。間違い電話かと思ってちょっと受ける、受ける。はい、すいません、予約したいんですけど。はい、あ、それで、はい、あのプレートにメッセージ書いてほしいんですけども。ちょっとそれはできませんね。え、いや、え、普通なんか書いてもらえるんじゃないですかね。いや、ちょっとそこまで行くと、ちょっとうちはそこまでは書けないです。え、プレートに1センチ書いてほしい。いや、プレートにメッセージや。違う違う違う、あのメッセージ。いや、1センチは逆に、そんな見たことあります？そんなに書いてある。いやいや、違う違う違う、あの違う、あのメッセージ1センチは、いや、メッセージ、そんな見たことないです。そんな1センチも書いてあるプレートが。あんた重いわね。いや違う違う違う、重い、違う、なんか書くのはすごい、なんかキモい、書くの10文字とか15文字でいいから。違う違う、メッセージ1センチじゃなくてメッセージ。あんたキモ。だから、おい、重、おい、ババア、おい、重、おい、違う、1センチじゃなくてメッセージ。重、うるさいの、お前、ほら、すごい重いわ。違う、聞け、15文字くらいでいいよ、文字数は。違う、メッセージ、メッセージ。あ、そうそうそう、1センチじゃなくてメッセージ。メッセージ、あ、プレートにメッセージを書いてほしい。あ、そうそうそう。あ、それで、あの内容なんですけども。はい、ゆいえ、ゆいえ、これからもよろしく。揉めたらもう恐ろしく。本当におめでとう。本当に鬼のよう。怒られるわ、怒られるわ、そんなこと言うたら。あんた、ちょっと初めてのパターン。おばあさん、おばあさん、ちょっと、もう一回ちゃんと来て。ケーキで喧嘩するスタイルって令和だから。あの、違う、あの、ちゃんともう一回聞いて。あんたが起きてよ。聞いてっつってんの。はい、ゆいえ、ゆいえ、これからも揉めたらもうよろしく。恐ろしく。本当におめでとう。本当に鬼のよ。怒られるって。なんじゃ、だから怒られるって。だから怒られ、お前が言うとんじゃん。あんた怒られるって。あなたが言うてるから。ちぐちゃん、あの言ってる、俺が言ってるの違うのよ。ね、何て言ってんの、あんた。いや、これからも、これからもよろしく。あ、よろしく、うん、本当におめでとう。本当に鬼のよ。怒られるって。だから違うって。だから、怒られるって。あなたのせいだって。違う違う違う、あのおめでとうっつってんの。じゃあ大きい声で言ってください。いや、十分大きいと思うけど、これ。なんですか。本当におめでとう。本当に、あ、おめでとう。そうそうそう、おめでとうよ。だって誕生日ケーキなんだから、そんなこんなこと言うに決まってるでしょうが。あ、なんかもう、あんたが悪いよ。でも、あんただよ、100%。あたし、ババアだから。あんたがちっちゃいの、声が。いや、結構大きい声出してるけどね、こそが。あー、もうすいません、すいません。じゃあ、あの、取りに行く日にち伝えたいんですけども。はい、8日の、8日の、8日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 、私好き。うん、だけど、ばあさん大体好きなの分かってるけど。違う、8日。あ、8日。そう、8日の、はい、夕方取り行きます。クワガタ取りに行きます。頑張って。少年じゃねえわ。違う違う、俺38だから。そうそうそう、クワガタ取り行かないから。私ね、あの孫がね、うん、昔あの欲しいって言って、うん、あの千葉の山奥に取りに行ったことがあるんだけど、うん、あのカブトムシはいたけどクワガタがいなかった、そこの山。知らねえよ、だから。だから頑張って。知らない、違うって。だから夕方。私ね、あの、クワガタで言うと、あの、なんだっけ、あの、大クワガタだっけ、あれ高いから、売ったことがあるの。そしたらね、2000円だった。夕方！夕方！おい！もっと売れないんか？夕方！もういい！突っ込んじゃった。もういい！